関西地方で大きな地震が起こりました先ほど午前5時33分頃兵庫県淡路島付近を震源としたマグニチュード6.0の地震が起きました淡路市で震度6弱を観測していますこの地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありません各地の震度です震度6弱淡路市ですそして震度5強が南淡路市震度5弱が 大阪三崎町、相本市、鳴門市、東香川市、小豆島町そして震度4が福知山市、丹南市、大阪旭区、岸和田市、大阪泉市、豊岡市などになっています震度4、かなり広い範囲で観測されています震度4、震度3、かなり広い範囲で観測されています今回の地震、震源は淡路島付近、深さは10キロ 地震の規模を示すマグニチュードは6.0です。現在画面では震度4の地域をご覧いただいています。先ほど午前5時33分ごろ、兵庫県淡路島付近を震源としたマグニチュード6.0の地震が起きました。淡路市で震度6弱を観測しています。